皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。まあ、で今日の話題なんですけれども、前回の動画でこちら、プレデターのマスクを作ったわけですけれども、今月末ですね、まあ、世界的にこうハロウィンのイベントが迫っているところだと思うんですけれども、まあ、今まで、個人的にはそういったハロウィンのイベントとかにはこう参加したことはなかったんですけれども、まあ、このマスクを作った時に、まあ、せっかくだから今回は何らかのイベントに参加してみようかなと思って、地元の、まあ、といっても2つ隣町になるんですけれども、そちらで、行われるハロウィンのイベントがあるので、そちらに参加しようと思ったんですけれども、ハロウィンのコスプレのテーマが決まっててですね、今回のテーマがゾンビというテーマで、まあ、これかぶって出ちゃうとちょっとテーマから外れちゃうんで、まあ、これは使えないなと思って、新たにコスプレというか、まあ、仮装と言ってもいい感じのものを作ってみたいと思っています。それがこちらです。はい、これ見てわかる方いらっしゃるでしょうかね。来年1月についにようやくリメイク版が発売されるバイオハザード2に出てくる、G ウイルスに感染したウィリアム・バーキンの変異体、それの第2形態のこれフィギュアなんですけれども、こちらもはやまあ人間とは思えない異形の生物になっているんですけれども、来年1月に発売されるリメイク版では結構ビジュアルも変わってきてはいますけど、やっぱりこの1998年に出たバイオハザード2のオリジナルに出てくるこの G 生物の仮想のモデル、こちらを作って、それを身につけてイベントに参加したいと思っています。でまあ、今回はいろいろ巻きで、紹介していきますけれども、先ほどのフィギュアのデザインを元にして、自分の全身の写真の等身に合わせてちょっとデザインを、書き加えたものがこちらになります。こちらが前から、こちらが後ろ姿なんですけれども、まあ、こうした全身スーツを作ろうと思った時には、まあ、材質が結構高がりだったりするんですけれども、今回は、まあ、手元にあるものとか廃材とかを極力利用して、新規に買うものを極力減らして、作っていきたいと思います。で、まあ、このスーツの、まあ、メインの素材となるものを今回は何を使うかというと、新聞紙を使おうと思っています。はい、というわけで、先ほどのシーンからは数日経っている状況なんですけど、まあ、作業工程、ちょっとお見せしたかったんですけど、まあ、ちょっとはしょる感じになっちゃったんですけど、一応実の元になるこの側がですね、一応大体できました。まだまだこう作らなきゃいけないパーツはあるんですけれども、まあ一番大変な部分はやっと終わったかなっていう感じです。はい、こちらが実の頭部になりますね。で一応元はこっちにちょっと見てるかわかんないですけど、一応新聞紙を、切った貼ったして作ったものの上に新聞紙をこうねじって作ったようなものとかをこうかぶせていって、でその上からティッシュペーパーをこう貼って、で木工ボンドを水溶きしたものをこう表面に塗って、こう表面をこう固めた感じに今なってます。でこの顔のこの下のこの黒いっぽいところ、ここが一応あの覗き窓になってて、ここに一応口があります。ここで呼吸をするところですね。まあ、これがないとかなりこうすんごい息苦しいんで、一応ここに穴を開けてあります。胸元にはまあ、G の特徴でありますけれども、まあ、本来のウィリアム・バッキンの顔がこう、横にこうずっこけて、ここからこの、G の新しいこう脊椎が成長する感じになってるんですけど、ここに、一応、まあ、顔は似てるか似てないかって、まあ、似てないですけど、
直後に、ウィリアムの顔があって、で、ここと、ここに、新しい手が生えてるという感じのデザインになっています。それから、こちらが、右腕になりますね。字の特徴である、まあ、肥大化したこの右腕なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、現物というか、実際のものよりは爪も短めで、で、目玉もかなり小さい感じになってますけども、で、まだ、新聞紙で素体作っただけで、ティッシュも貼ってないような感じの状態なんですけど、これから色塗りとかやっていきたいと思います。はい、というわけで、今日は10月の25日、郡山アロパの統一になってるんですけれども、ようやく、イベントで着るスーツの方が完成しました。完成品がこちらです。はい、こちらが、まあ、バイオハザード2に登場する G の第2形態、こちらの、まあ、この、胴体部分ですね、これに、まあ、両腕がつく感じになるわけですけれども、首からはですね、来年1月発売予定のバイオハザード RE2 の一応エンブレム的なものの飾りも作ってみました。まあ、細かいディテールちょっとお見せしてなかったんで、まあ、この機にちょっとお見せしたいと思うんですけれども、まずこちらの、胴体部分ですね、一応塗装はこれ全部水性の絵の具を使ってやってます。まあ、ダイソーで買った水性の工作用の塗料とか水彩用の絵の具を組み合わせて、まあ、色を作ったんですけれども、まあ、塗装にほぼ丸3日くらいかかりましたかね。でこちらが左腕です。まあ、見てわかる通り中は新聞紙です。まあ、ちょっとこの肩のあたりは補強のために、スポンジの薄いシートとか貼ってますけど、まあ、基本的に、本体はこれ、紙入れできています。で、この辺についてるこの布切れは、まあ、物置にあった全然一回も着てないようなワイシャツをちょっと黄ばんだ感じに、色を染めまして、それをちぎって、こんな感じで、つけてます。まあ、G のまあ最大の特徴であるこちらの目玉ですけれども、こちらは一応風船でできてます。こういう風にプニプニとした風船でできてます。で、まあ、目も若干はこう動かせますね。まあ、本来もうちょっと大きい目玉にしたかったんですけど、今回ちょっと材料が揃わなかったんで、まあ、やむなく風船で代用しています。で、こちら爪はダイソーのカラーボードをこう爪の形に切って、つけてます。まあ、元はこれ黒だったんですけど、最初から白買っときゃよかったんでしょうけど、まあ、そのカラーボードはまあ別のやつに使おうと思って買っといたやつで黒だったんで、それを白く塗って、で爪に若干、血のりを塗りまして、表現してます。まあ、ちなみに胴体の背中にも特徴的な目玉がついてます。行くと背骨が露出しているような感じですね。じゃあとりあえずスーツの方を全部装着してみたいと思います。せーので、はい、それではこの衣装を着て、ハロパの方に参加していきたいと思います。それでは行ってみましょう。駐車場に今いるんですけど、まあ、そのイベント開始直後にちょっと駅前行って様子見たらば、
まだこう全然仮装してるような人がいなくて、こう閑散としてる感じで、まあまだちょっとその帰宅途中のまあ会社員の人とか、まあ学生さんがこういるの方が目立つ感じなんで、まあもうちょっと時間を置いてから、またちょっと駅前の方行って、ちょっと様子見て、まあこの状態で、仮装して駅前行っちゃうと、まあすんごい浮くと思うんですね、仮装が。はい。まあステージイベントが特別あるようなイベントではないので、まあ、その郡山の駅前にあるこうお店でこう前売り券はまあ2000円でまあ飲み放題で、当日は2500円でまあそのこのイベントに加盟しているお店では飲み放題っていうことなんですね。まあ自分は当然こう車で来たわけなんでお酒を飲むわけにはいかないんで、まあその飲み放題の方には参加しないんですが、まあハロウィンの、なんとなくこう、雰囲気だけちょっと味わって、帰れればと思うんですけど、まだちょっと、時間帯的に、盛り上がってないのかなっていう感じはします。今だいたい8時半くらいなんですけど、まあ、そろそろ、出陣してみたいと思います。ハロウィン。ハッピーハロウィン。いきます。よしよし。ハッピーハロウィン。ウェイ。写真撮って。ハッピーハロウィン。やばいやつやん。行こう。とりあえず1時間ばっかし駅前ちょっと歩いてきたんですけど、いやこのマスクですけど、熱がやっぱりこう中にこもっちゃって、
この頭のこの目のあたりまでこう蒸気がこう充満しちゃって、こうメガネがめちゃくちゃ曇って、もうちょっと、視界が悪かったんですけど、じゃこれからねちょっとメガネ外して、ちょっと前ちゃんと見えるかどうか確認してからもう一回りくらいしてこようかなと思います。はい、というわけで、一夜明けてますけれども、ハロウィンパーティーの方に行ってまいりました。で、やっぱりですね、この G2 のスーツなんですけど、やっぱりというかこのエアフロー、まあエアの抜けですよね、それをちょっとほぼ無視したような作りになっちゃってるので、まあこの口で呼吸はできるんですけど、やっぱ体からちょっと出た熱気とか、まあ、汗とかがこう上の方にこう上ってきて、でこの頭の上のところにこう溜まっちゃって、もうなんていうか蒸し風呂状態になっちゃうわけですよね。でその熱がもう全然どこにも抜けないんで、溜まってこの目の位置までこう熱気が下がってきちゃって、もう眼鏡が完全にもう曇っちゃって、ただでさえこう視界がちょっと狭いのにそれでこう眼鏡が曇っちゃって、ほとんど前が見えない状態になったりして、でもその後からは眼鏡外して、回るようになったんですけど、で、まあ、今回材質として、新聞紙を、使ったんですけれども、まあ、材質として、まあ、軽くて非常にいいんですけど、ちょっとやっぱ伸縮性にちょっと難ありなんで、でこの右腕、なんですけど、こう腕曲げようと思ってもこうあんまりうまく曲がんなかったりして、で、まあ、汗かいちゃって、ここにこう肩にこうパッドがついてるんですけど、このパッドがもう汗で汗をこう吸っちゃって、もうパッドがこうグラグラになっちゃって、もう歩いてる途中でもう右肩がこうほぼこう脱落したような感じになっちゃって、全然このパッドが効いてない状態だったんですよね。まあ、当初まあここに、マジックテープつけてこの肩のあたりにこう固定しようかとも思ったんですけど、逆にそれだとまあさらにこう動きが限定されちゃうので、まあここはあえてつけなかったんですけど、やっぱりここは固定しといた方が良かったですね。完全にこう肩がズリンってこう、落っこっちゃったような感じになってずっと来てたんで、まあ来年以降の、まあ、課題かなと思いますね。でまあ、歩いている途中で、声かけていただいたり、まあ、写真撮っていただいたりした方もいらっしゃったので、まあ、それはありがとうございました。来年もですね、まあ、おそらく行くようになるかなと思うので、また何かスーツなり仮装なりを考えて作っていきたいと思います。でまあ、今回自撮りをこうしながら移動はしてたんですけど、まあ、かなり視界も狭いんで、自分がどう映ってるかもちょっと確認しないまんまこう歩いてたんで、まあ、ほぼほぼこの、顔というよりはこちらの顔というよりはこっちのウィリアムの顔ばっかり映ってましたけど、そういうところもですねもっと勉強してないかなと思いました。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。よろしければ関連動画から他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。